はい、北野です。今日はね、トリプルメディア戦略について話していこうかなと思います。で、トリプルメディア戦略って簡単に言うと、まあ、いわゆるアーンドメディア、そして2つ目がですね、ペイドメディア、そして3つ目、オウンドメディア、この3つの集客媒体を整えることで、全集客のですね、安定基盤が構築されるよっていう話があるわけですよ。まあ、簡単に言うと、アーンドメディアっていうのはいわゆる SNS ですよね。ペイドメディアっていうのはお金をペイして払って集客する、いわゆる有料広告集客です。3つ目の、オンドメディアっていうのは自分でオンですよね。オーナーですから所有しているいわゆるウェブサイト、ワードプレスとかホームページとか、それで自社サイト、自社ブログからの集客です。まあ、いわゆる SNS か広告かブログ集客、まあ、ホームページ集客ね、この3つを基盤を固めるっていうことが最終的に集客の安定をね、測るってことになるんだけども、いきなり3つって全てやっぱ固めることはできません。で、うちが創業1年目で年商1億いった時っていうのは、まず先にアンドメディア、まあ、いわゆる SNS からやっぱ固めていって、でやっぱ SNS ってね、ブログと違って本当に1年2年かからずに、本当にそれこそ1ヶ月2ヶ月目3ヶ月目で集客につながって、売上につながるっていうね、受注につながるような媒体っていうのを整えることができるので、まずは SNS をしっかり固める。で、そこで売上が上がってきたら、そのお金を使ってちょっと広告集客に費用を回していくっていう形がいいかなと個人的には思います。で、これからね、月商で300万、500万、1000万狙っていきたいとか、うちも創業1年で年商1億突破した時っていうのは、最初 SNS でね、3ヶ月間で、まあ、1000万のキャッシュを作りました。 SNS 集客でコストをかけずにやるんですよ。で、そのキャッシュの一部を使って広告にフルアクセルで踏んでいくことによって、今100万売り上がったら、そのうちの30万を広告に回すとかね、じゃあ今月50万売り上がったから50万全部突っ込むんじゃなくて、そのうちの20万円をちょっと有料広告にちょっとずつお金を投資していくっていう形で、SNS 集客と、そして広告集客の割合っていうのをちょっとずつね、大きくしていくっていうことによって売り上げを安定していきます。で、最終的に広告からも売れるようになったら、まあ、今度はね、ブログであったりとか、そういった長期的な目線で見たらやっぱブログも効果的です。ただ短期的にはやっぱすぐには結果出ないので、まあ、売り上げがある程度上がってきた段階から広告集客もちょっと唾をつけ始めるっていう形で、順番としては SNS をまず固め、売り上げが上がったらそのお金の一部を使って広告集客を入れます。で、それである程度売り上げが安定してきたら、ホームページだったりとか自社ブログっていうのをしっかりとね、整えていくっていう順番でやっていくのが、まあ、集客に関してはね、一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、あと一個あるとしたら、まあ、いわゆる YouTube もね、アンドメディア SNS なんだけども、やっぱ YouTube って本当にね、今これからの時代、まだ後発組でもですね、しっかりと集客につながり、そしていわゆる少ない登録者数であったとしても圧倒的に制約率の高さでね、売り上げ上げるってことができますので、まずこの YouTube をね、しっかりと皆さんもね、力を入れてやっていただければですね、まあ、本当に、うちの生徒さんとかでも500登録者数でもですね、年商30万いってる人とかも結構いたりするので、まあ、しっかりとそのいわゆる自分の集客媒体ですよね、ブランディングしていくための媒体というのをね、整えていくっていうところに特化してですね、まずは SNS から固めていくっていうつもりで、まあ、まずはね、インスタと YouTube と LINE ですね、この3つをね、しっかりとやっていただきたいかなというふうに思います。はい、ということでね、今日のとか少しでも参考になった方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしてみてください。